これちなみにリバティエイジコラボです。あったかいよ、あったかい。フードもついてるからこうやってフードかぶれちゃう。パーカー。お、1200回目の訪問、すごい嬉しい、ありがとう。いっぱい、こんばんは。リバティエイジさんとのコラボアイテムの受注受付が今日の23時59分までなので、今日で終わっちゃいます。今日まで、今日中です。受付締め切り、今日逃しちゃうとゲットできなくなっちゃうので、ぜひリバティエイジコラボアイテムゲットしてください。これです、あずみが着てるやつ。これはベージュみたいな、グレーと白の中間色ぐらいの色です。こんばんは。この注文しかで、え、ぜひ、嬉しい、ゲットしてゲットして。こんばんは。え、そう、チェキサイン会もね、チェキサイン会もオートミール、え、オートミールっていう名前なのかな、ちょっと待ってよ、オートミールっていう名前なのかも。なんかね、名前がねちょっと独特なんですよね。あ、オートミールだ、オートミールってやつ。うん、オートミールってやつですね。ホワイトと白と灰色、グレーの本当に中間色って感じです。だからめっちゃ着やすい。これも、これ結構着やすくて好きなの。白までパキッと白でもないし、グレーほどパキッとグレーでもないから、それの中間色で結構これ S 結構ね着やすいです。これ、こんばんは。あと、え、そう、チェキサイン会が、チェキサイン会のね、今日チェキサイン会の告知が出ました。なななな、なんとね、チェキサイン会が11枚目シングルのチェキサイン会の開催決定。私は12月17日火曜日の6時からです。そう、もう来月だから、もうすぐだね、来月で。今日の9時からかな、9時から受付が始まる感じです。チェキサイン会12月17日火曜日の6時からチェキサイン会あります。前回ぶりのチェキサイン会だから、あずみんのチェキゲットしてほしい、申し込んでほしいです。カキカキするよ、いっぱいいっぱいカキカキしますよ、チェキサイン会。あと今回も前回も3個ね服を着たんですけど、コスプレしたり私服着たりしたんですけど、今回も
着ようかなって、3着分用意しようかなと思うので、1人最大3枚申し込めれるんですよ、チェキ前回同様確か、うん、1人につき最大3枚申し込めれるので、3大3枚申し込んでくれた方は全種類違うあれになる、全種類違うあの服着てるあずみんのチェキがゲットできちゃう。あれ、ちょっとお姉ちゃんから電話かかってきた。ちょっと待ってよ。お姉ちゃんから電話かかってきた。ごめんなさいお姉ちゃんでした。お姉ちゃんがこんばんは。大丈夫だった、帰るねみたいな、帰るけどみたいな感じの連絡でした。こんばんは。お姉さんからの注文さんもやばい、今チェキ注文された私こんばんは。チェキゲットしてください、ぜひ。どうしよう、え、特典なんか考えよっかな。3枚特典考えよっかな。何が嬉しいだろう、3枚特典。みんな忘年会当たったの、あー嬉しい。推しが時期不参加なんで、あずあずの時期悩んでます。え、ぜひそれはゲットしてほしい。大忘年会って一般販売あるのかな。一般販売あると思うよ、うん、あると思う。あ、当選さ、え、嬉しい。亀子来て来て、亀子久々じゃない、周年ぶり待ってるね。嬉しい、亀子あるの嬉しいね。久しぶりにクリコンと大忘年会、お、初亀子嬉しい。亀子さんたくさんだ。こんばんは。メッセージは書きますよ、チェキ。チェキはメッセージ書きします。一人ずつに結構メッセージ書くタイプなので、楽しみにしといてもらえたら嬉しいなと思いますね。
チェキのコメント希望とか事前に言うのあり？あり、ありです。チェキ、あの配信するから配信中に言ってくれてもいいし、どうしようかな、事前に書いてほしいコメントある方は X で載せた時に事前コメント、事前コメント、事前にこうやって書いてほしいみたいなリクエストコメントある方はリプランにってやろうかな、そこに送ってもらえたら。去年行けたけど今回同じイベントの仕事の予定です。あ、そうなの、忘年会かな、大忘年会かな、年末ね、ちょうど忙しくなっちゃうよね。こんばんは。ミンティアボイス持ってるよ、けど広島であんまり見かけないから喉が不調の時のために大切に取っておいてる。その場の思いつきで書いてもらいたい派です。それは全然書く、うん、基本そのタイプかもです。あずみんのチェキサイン会、その場の思いつきで、その場で結構メッセージ綴ってるタイプなので、一人一人違いますよ、メッセージも。そう、今日の9時から申し込みなので、チェキぜひあずみんのチェキゲットしてほしい。コスプレしよっかな、公開。何見たい？チェキコスプレ何がいいかな。前回はあのセーラー服と、セーラー服とあのウサギちゃん、バニーウサギちゃん、バニーメイドみたいなウサギちゃんの格好と私服にしたんですよ。何のコスプレがいいかな。何がいいだろう。まだ着てないコスプレ、なんだろうな。あ、主見さん、あやちさん、はじめさん、ありがとう。こんばんは。まだ着てないコスプレなんだろう。角刈りパイン着れないよ。どうやって着るの？角刈りパイン。あ、そっか。サンタさんとかもあるのか。めっちゃサンタコスプレ、今季節だからサンタコスプレ多いわ。バニー、あ、でもちゃんとバニーさんは着てないか。あ、かわいい、これかわいい。動物あれだな。あ、頭だけバニーある。ウサギあるわ。バニーあるわ。バニーある、あるある、バニー、ウサギちゃんはある。そのうちにキャプテン、そうなんです。そうなの、キャプテン。
展になってました。前の幼稚園、幼稚園コスプレ、幼稚園コスプレ大人気。こんばんは。なんだろうね、でも制服もやったことあるし、あ、ゴスロリ、わ、これかわいい。パーカーもかわいい。普通にせめてのデートに行くアズミン的に超気合の入ったおしゃれコーデも候補にお願いします私服感、え、確かに普通に超可愛い私服、冬っぽい感じの超可愛い私服チェキありですね。デートデート風、冬のデート風チェキあり。同じ名前、同じ名前が聞こえてくるわ。チェキあるあるですからね本当にチェキあるある、チェキ会あるあるですよ。横と横から同じ名前が聞こえてくる。あれ、私もあの人さっき呼んだな横から名前が、あれ、なんか聞き覚えのある名前が横から聞こえてきたなってなりやすいです。かわいい。これかにくるくると一緒だった、うん、久々かも、くるくると一緒なの。わあ、どうしよっかな。わ、ワンちゃん、かわいいワンちゃんコスプレあるのかな。あ、鬼があるよ、鬼がラムちゃんができる。ラムちゃんがしないけどね、ラムちゃんは。え、これかわいい、あざとかわいい。え、かわいい、このワンちゃんは。これ候補かもしれん。わ、ちょっと何個か見つけました、いいやつ。ちょっとこれ候補に入れとこう。え、落選しちゃったの、クリスマスコス。本当に、マジで。え、じゃあ一般かな。一般は当たったし、かわいい。楽しみにしててください、コスプレ。コスプレと私服デート風、私服。わっ、ヘビのコスプレ、待ってあるんかな。でもヘビのコスプレってかわいいのかな。ヘビのコスプレってあるのかな。ヘビコスプレ、あ、リバティエイジ、え、リバティエイジあり。リバティエイジチェキ、嬉しい。みんなねえ待ってねえ、これが出てきた、ヘビのコスプレ、これねえ、これが出てきたよ、ヘビだ。まあでも可愛い、可愛いっちゃ可愛いかもしれん。そう、ヘビ年
待って、これはめっちゃベイビーだけど、かわいい。ベイビー、ベイビーのヘビコスプレ、かわいい、かわいい。でも意外とある、ヘビのコスプレ。こんばんは。きれんよきれんよ、あずみん。さすがに。あ、社畜中、お疲れ、お仕事お疲れ様だよ。あ、でも見て、これぐらいなら可愛くない？これ蛇、頭に蛇が乗ってるの、可愛い。頭に蛇が乗ってるぬいぐるみ、頭に蛇のぬいぐるみが乗ってる、可愛いよねこれは可愛い。これありかも。これかぶって一個縁起がいいチェキ作る。縁起がいいチェキ作ろっかな、一個。縁起いいチェキね。ちょこんとヘビありだよね。ヘビ年、わ、縁起がいいチェキ作ろっかなご利益ありそうじゃない、この金の蛇とかね。確かに、確かにコスプレじゃないコスプレじゃないけど、厄除けチェキ、うん、縁起いいチェキ作ろっかな。え、待って、面白いの見つけた待ってね、これすごいこれはもうヘビ、ヘビか、ヘビではあるのか、なんかこれはすごいよ。これだい、これどうなってるの、なんか逆にねえ、リアルリアルね。ネッシー、確かにネッシーみたい。これはすごいわ、これやってるね。確かにショールームの価格合わない、切れちゃうやつ。縁起いいチェキありだな。あ、わ、縁起いいチェキできそう。わ、縁起いいチェキちょっとできそうな感じがしてきた。待って、めっちゃ可愛い、可愛いコスプレチェキ、超可愛いデート私服チェキ、冬のデート私服チェキ、縁起いいチェキ、ご利益チェキ、ご利益チェキありかも。の3種類やろうかな。ね、みこさんコスもありだね。みこさんコス、コバンの着ぐね、コバンの着ぐるみ、着ないよなん、私がお金になるの。コバンの着ぐるみないでしょ絶対どこにも。え、縁起のいい時期って嬉しいのかな、みんな。あれ、なんか全然出てこない。
福神チェキってあるの？七福神コスプレってあるのかな？あ、サンタね。確かに。巫女さんあり。七福神ってあるのかな。七福神コスプレ。あったあった、七福神コスプレあるよ。すごい、7着セットで売ってる。こんな感じ。これはすごいわ。確かに誰に7人中の誰になるか。チェキのメッセージは、いや、その場で書きます。その場で、その人に合わせてメッセージ書く、配信中に。だから一人一人ちゃんとしっかりメッセージ書くので、楽しみにしててほしいし、ゲットしてほしいです。アジュチェキ。他にメンバー6人誘ってやろう。絶対誰も乗ってくれない。七福神コスプレしようって言っても絶対大丈夫ですって言われそう、みんなに。くるくるとソラハさん、くるくる、ソラハさんは多分優しくいいよって言ってくれるかもしれんけど、くるくるはもう多分却下されるね。無理って言われる。無理って言われちゃう。キャプテン権限ね、最悪の振りかざし方、権限マジで嫌だよ。もう絶対みんな、あずみんさん怖いって言われちゃう。さんきちゃんにも、あずみんさん怖いみたいな感じで、ちょっとかわいいチェキ考えて用意するので、準備するから、ぜひあずチェキゲットしてね。最大3枚まで申し込めます。1人で3着3パターン作ろうと思ってるから、3パターン分、最大3枚申し込んでくださった方は3パターン全部コンプリートできる感じ。そう、ですね。楽しみにしててね。こんばんは。接客業？え、でも私アルバイトそんなにしたことなくって、接客業は経験ないんですよね。でも憧れてます。憧れはすごくあります。喫茶店とかウェイトレスさんとかしてみたいもん。こちらどうぞ、メニューはとか、ご注文いかがですかとか、やってみたいなと思うけど経験ないんですよね。そう、水泳のインストラクター
んよ。私のそう、私の今のところ1回だけアルバイトしたことがあって、その1回が水泳のインストラクター、プールの監視してたプールの監視員やってました。そうなの。なんかね、時間的にそのねバイトが一番よくって、でも私言ったこれなんか前も言ったことあるけど、私水泳希望で行ってないんですよなんかそこ水泳と体操教室みたいなのもあるところで、あの子供のね、だから私は子供の体操教室希望で行ったんです。体操教室のアシスタント希望で行ったんですけど、なんかあれよあれよという間になんか水泳のインストラクターの方についてて、あれな、私なんかプールの監視しとるってなって、あれなんか子供水入って子供になんか教えとるってなってでも私全然水泳得意じゃないんですよ。なんか学校の授業でやっただけで、やったくらい、25メートルはクロールで泳げるよくらいで、そうどっちかというと体操の方がやってたから、新体操とかその時もダンスやってたので、新体操とかダンスとかやってたから、どっちかというと体操の方が自分は向いてるし、なんか教えれることありそうと思って行ったんですけど、そう全然やったことない水泳、そんなに得意でもない水泳のアシスタントになっちゃって、わあどうしよう、水泳なんて教えれないよ私ってなってたら ST48 に合格しましたなのでそう、水泳水入ってた、新体操カスねえ、みんな痛いだけでしょそう、そのタイミングだったの。高校卒業してそうバイト始めたタイミングで、そうどこで違う、本当にほん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 ふん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 ってやってたら、プールの底に足届いたの。なんかね、ちっちゃい子のプール教室なんよ。小学生とかのプール教室だったから大丈夫だった。そう新体操やってましたね、3年ぐらい。ダンスとか始めるよりも前にやってた。温かい全身的希望、全身ね、全身、確かに全身取ろう今回の時期。結構ちっちゃい時からやりたいが大きい、いっぱいある子だったんですよ私。やりたい、これやりたい、あれやりたいみたいな結構多分すごい、なんだろう、興味、意欲が強くて、物事の好奇心旺盛だった。うん、でお母さんにあれやりたい
これやりたい、やりたい、やりたいって言ってお母さんが探してくれたりして、そう、ガシン体操もなんか見たんだよね、なんか見て新体操やりたくなって、たくさんお願いして、そう通わせてもらってた。チェキ、え、そう、チェキ会がね、チェキ会が決まったんです。今日告知が出た。チェキ会決まって、私は12月17日の6時からです。12月17日6時からチェキ会がある。12月16時からあって、受付は今日の9時から、今日の9時から受付です。前回と同様、1人最大3枚、1人最大3枚申し込める感じで、さっきもずっと話してたんだけど、 3枚、3パターン分いろいろコスプレしたり私服したり考えてるので、全コンプリート、3枚購入、3枚最大3枚ゲットした方はコンプリートできる形にしようかなと思ってます。その場でメッセージも書くから、世界で1枚チェキですよ世界で1枚チェキです。確かにクリスマス、そうだね、次の週ちょうど1週間後がクリスマスだから、もう至る所でクリスマスが流れてるよ。クリスマスの匂いがするあ、チェックしとって。9時から、今日の9時から受付開始です。アズチェキゲットしてね。アズチェキ、ちなみにあとリバティエイジさんとのコラボの締め切りは今日の23時59分までです。23時59分、順番って購入順だっけ、順番、え、確か購入順だった気がする。うん、購入順です。だから6時から配信が始まるので、そうだね、まあそうだね、すぐに買って早めに買った方は割と早めにお名前が呼ばれるかもしれん。パインのコスプレ、ね、みんなにさ言われる、パインって、そもそもあるんかな、存在してるのかな、パインのコスプレって。パインコスプレ、あって、パインコスプレあるか、でもヘビがあるぐらいだもんね。え、あ、なんかパインちゃんってキャラクターがいるのかな、あ、ってわけじゃないのか。あ、待ってかわいい、かぶり物があった、パインのかぶり物、パインのかぶり物がありました。でも全身パインはそんなにないね。パインかわいい、普通にかわいい、パインのかぶり物これにサングラスかけたら角刈りパインさん、これにサングラスかけたら角刈りパインさんだ。パインコス、そう、でもなんか角刈りパインさん知ってたらさ、あ、パインってなるけど、別に私パイン感ないから、私に私にあまりパイン感がないので、そうだから初見の人とかはパインってなるなんでパインって、そう、なぜにパインってなります。大体何がパインって感じ。
パイン感、パイン感なくないですか？パイン感、言葉合ってんのか分かんないけど、そんなパイン要素がパインに結びつかない。別に私、みんな結びつく人はなんかパイン感ある人って、パイン感あるメンバーっていないか。そう、ペンライトの色も黄色じゃないよね。どうやって生まれたキャラなのって。なんかめっちゃ初期のショールーム配信で私の好きな給食のパンの話をしてたんですよ、ファンの方とね。で、好きな給食のパンの話してて、あずみは何のパンが好きなのって聞かれて、あのパインパンっていうパインが入ったパンがね、小学校の時にあって、そのパインパンっていうのが好きだったから、私はパインパンが好きだよって言ったの。だからパインパンって何ってなって、その角切りのね、四角切りに角切りにされたパインがたくさん入ってるパンのことなんだけど、それを角切りされたパインがたくさん入ってるのって言いたかったのを間違えて、角刈りされたパインがたくさん入ってるのって言っちゃって、それで角刈り？角刈りパインってなって生まれました。生まれたキャラクターです。そっから生まれた角刈りパインさんは、そう、私の言い間違いから生まれました、パインパン。そうなの。これもね、本当割とね、そんなに有名な話題じゃない、知る人ぞ知ってるんだよね。だから角刈りパインは知ってるけど、なんで角刈りパインが生まれたのか、なんでこんなキャラクターなのか知らない方結構多い。こんばんは。え、あのそう、パインパン美味しいんよあれね。私もパインだけ食べてたことある。パインだけ食べてたことあります、小学校の時。これ爆誕日は本当に角刈りパインが生まれた日。そうなの、こういう由来があって生まれました、角刈りパイン。こんばんで、まさかね、もうこんなデザイン化されるところまで。そうだよ。あの日のだってめっちゃ初期だもん、まだ加入して3日目ぐらい、加入して3日目のショールーム配信ぐらいでの言い間違いが、まさかこんなところまで進出するとはね。大出世ですよ、角刈りパインさんも。まさかの服のデザインになっちゃった。ちょっとおしゃれになって、うん、タモさんじゃない、パイン、これがパインの草、角刈りのパインの目じゃない、サングラス、草です、パインの草です。え、今でも売っとんかな、パインパン。どうなんだろう。サングラスはなんかその角刈りパインさんのイラストがこのサングラスかけてるんですよ。サングラスかけてて、その角刈りパインさんをこうモチーフにした、私がちょおしゃれにもデザインしたやつって感じですね。この M はこれ M じゃなくて、パインのこの草があるじゃん、緑のパインがあって、この草をおしゃれに表現してるって感じ。あ、あるんじゃない、パインパン、まだまだ売ってるっぽいよ、パインパン。え、これ、まあ、見えるかな、わかるかな、この写真。これ中にね、こうやってパインが入ってるの、四角い四角切りのパインが入ってるんです。おいしいんよこれが、パインパン、めっちゃおいしい、ちょっと甘くておいしい。そう、角刈りパインが入ってる、パインパン。やっぱおいしいよね、おすすめです。そう、ミンの M じゃない、ミンっ
の M と思ってデザインしてないんだけど、みんながあずみんの M で捉えてくれてるから、もうあずみんの M ってこと、あずみんの M っていう意味ももう込めてるっていうことに しておいてるけど、みんの M ってわけではないです。作った時は角刈りパインの、 あの上のフサのところを意識して書いた。あ、そう、パインのドライフルーツみたいなやつが入ってるの。そう、角切りされて。よし、じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。今日は久々の早め配信でした。時間があったのでたまにはたまには夕方配信もありですね。13位リモさん、ありがとう。12位奈良西さん、ありがとう。11位もやいもきちさん、ありがとう。10位鈴鹿さん、ありがとう。9位ゆずきちさん、ありがとう。8位くまねパパさん、ありがとう。7位くぎ37さん、ありがとう。6位ラブリー48&46さん、ありがとう。5位せいやん、ありがとう。4位やちりんさん、ありがとう。3位こにゃまるさん、ありがとう。2位地獄嵐さん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルパン、広島港パセリさん、ありがとう、ありがとうございました。これは今着てるのはグレーとホワイトの中間色のオートミールっていう、書いてあるサイトにはオートミールっていう書いてある色のパーカーです。グレーと白の間みたいな色。リバティエイジさんのコラボも今日の23時59分までなので、まだ色に迷ってて、まだゲット、あの注文してないんだって方はお忘れなくで、忘れないように。あと今回は今日の受付を逃しちゃうと、もうねこのアイテムたちゲットできなくなっちゃうので、ぜひ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 、どのアイテムもどの色もおすすめだし、着やすいデザインになってると思うから、1アイテムだけでもゲットしてたくさん着てくれたら嬉しいなって思います。リバティエイジコラボゲットしてね、みんな。あと今日告知があったチェキサイン会のチェキの受付が今日の21時夜の9時からチェキの受付始まるので、ぜひチェキサイン会もあずみのチェキゲットしてください。ゲットしてください。可愛くて可愛いかわかわなチェキにします。あと一人一人メッセージちゃんと書き書きするので、それも楽しみにしててほしいです。こんばんは。あとでリバティエイジのツイート、最後もう最後だよって感じのツイートするから、それも一緒に拡散してもらえたら嬉しいです。拡散してほしい。こんばんは、ありがとう。ではまた明日、おやすみ。まだ早いかおやすみにはまだ早いかも。バイバーイ、ありがとう。